板垣さん、素晴らしいデモンストレーションを本当にありがとうございました。いや、本当にすごいですね。さて、ここまでは Xbox 360の今後のタイトルラインナップを一気にご覧いただきましたが、ここからはマイクロソフトのゲームビジネスについてお話をさせていただきたいと思います。ということで、改めまして、マイクロソフト株式会社でホーム&エンターテインメント事業を担当しております、泉水でございます。まずはマイクロソフトのゲーム事業の一翼を担っております、ゲームスフォーウィンドウズについて少しご説明をさせていただきたいと思います。ゲームスフォーウィンドウズとは、品質、安全性、操作性など一定の基準を満たしたゲームからなるパソコンにおけるゲームプラットフォームです。パソコンゲーム市場をより活性化するために、パートナー各社様のご協力をいただきながら、マイクロソフトが率先して行っている施策の一つです。そしてゲームスフォーウィンドウズにおけるオンラインサービスをゲームスフォーウィンドウズライブと呼んでいます。ゲームスフォーウィンドウズライブでは、Xbox ライブと共通のゲーマータグを利用することで、ゲーマースコアや実績などを Xbox ライブと共有することができます。さらに、Xbox 360と Windows という異なる2つのプラットフォーム間でのクロスプラットフォーム対戦も楽しむことができます。ゲームスフォーウィンドウズライブの機能は今後も継続して拡充していく予定です。ゲームスフォーウィンドウズの年末に向けたタイトル展開としては、マイクロソフトから「エイジ・オブ・エンパイア3」「アジアの覇王」や「フライトシミュレーター10」「栄光の翼」、そして360でもご好評をいただきました「集まれピニャータ」を投入してまいります。またエレクトロニックアーツ様からは「クライシス」、ズー様からは「ワールド・イン・コンフリクト」など、サードパーティー各社様からも続々とタイトルを発売していただく予定です。さらに、これらのゲームスフォーウィンドウズのタイトルも来週の東京ゲームショウで楽しんでいただくことができます。それでは話を Xbox 360に戻しましょう。8月末の時点での日本における Xbox 360のタイトル数は約170本を数えます。そして本日ご紹介させていただきましたタイトルも含めて、年末商戦に向けたパッケージソフト、そしてダウンロード配信ソフトの合計は約250本となります。これらの250本の中には、壮大な RPG があり、爽快なアクションあり、緊張感の高いシューティングがありと、そのジャンルも非常に多岐にわたっています。Xbox 360のこの年末のラインナップは、数も質も、そしてジャンルの幅も、かつてないほどに強力なものとなっているのです。そして充実しているのは新作だけではありません。これまでに発売されているゲームにも素晴らしいゲームがたくさんあります。そういった素晴らしいタイトルの数々を、まだ遊んだことのないユーザーの皆様にもぜひ触ってほしい、そんな思いから、すでに発売済みの良作をメーカー各社様のご協力をいただきながら、お求めやすい価格にて販売しているのがプラチナコレクションシリーズです。先日、そのプラチナコレクションの第4弾となる8タイトルを11月1日に発売することを発表いたしました。昨年発売されたばかりのヒット作「ブルードラゴン」や
ロストプラネットなど、このプラチナコレクションだけを見ても思わず遊びたくなるようなタイトルの質の高さを感じていただけるのではないかと思います。このように Xbox 360には非常に面白いゲームがたくさんあります。質の高い幅広いジャンルのタイトルが豊富に揃っている。そしてこれからも充実したタイトルが続々と登場する。それが Xbox 360なのです。